はい、皆さんおはようございます。安弘です。今日は令和2年12月10日木曜日朝の8時14分です。ということで前回の、動画はいかがでしたかね。これね、センターワンウェイドライブシャフトつってスロットルオンでは4輪駆動なんですけども、スロットをオフにすると、フロントがフリーになって 2WD になるという、特性があるシャフトですね。まあ横野さんの、シャフトなんですけども、長さがね、シャフトの長さが、なんとか入る長さでしたので、付けられたんですけども、まあちょっと癖が、まあ操縦した感じちょっと癖があるんですけども、まあそこは、スロットルオンで、曲げているのとは違ってスロットルオフで曲げるというね、そういうこともできるんですよ。まあもちろん通常スロットルオンで、使ってもいいんですよ。ただスロットルオフでも、スピンせずにブレーキングドリフトができるという代物なんですけども、まあ操縦した感じね、ちょっとね右と左でね曲がり具合が違うかなっていう感じがしたんですよ。だからちょっとね今日はダンパーオイルねフロントとリアと、ダンパー4本、これのメンテナンスを、しようかと思います。多分オイルが減ってるんだろうな。どっちかのオイルがね。多分減ってる、そんな感じがします。はい、安黒です。それではね、ちょっと、外してみたいと思います。ショックをね。もうちょっとこれぐらいの長いね、ものがあったらいいんだけどもね。なくさないようにここにねくっつけておきますよ。そして一つはこれだな。オイルもね、まあ、ショックのオイルもね、使ってるとだんだん減ってくんだよね。まあ、だから、右とか左とか、曲げていてね、右が多かったら、左が多かったりすると、どっちか片方に、オイルが減ってしまうっていうのもあるから、まあ、定期的なメンテナンスをね、した方がいいんですけど、ついついね、忘れてね、走らせちゃうのよね。お前は子供かってね、子供の魂を持った大人ですって。なんじゃそれってね、素直に子供って言えよと。いうお叱りの言葉が出てくるような、声がどっかからか聞こえてくるような感じがしますけどもね。これをね、外してみて、どうでしょう。オイルが減ってるでしょうか。減ってないね。こっちのオイルは減ってないぞ。あれ？そしたらばこっちかいと。あら、どこ行った？もう一方の、これ軽かったな。わかったぞ。
こっちとこっちでね、若干オイルの量がこっちの方が減ってるんだな。だから減衰がちょっとおかしかったのね。ちょっとこれね、きれいにしてから、入れ直したいと思います。今ちょっとこれを分解したんですけど、汚れてるからね、ちょっとこうやってウエストの上からね吹きつけてやって、汚れを取ります、そして、このリングもね、ちょっと汚れてますんでね、クリーナーでちょっと。だいぶ綺麗になりましたね。まあこの辺り、この辺りのリングとかね、こういったのもちょっとねクリーナーでねかけてやってね、掃除してやると、それでオイルはどうするかっていうと、オイルはね、僕の場合はこのまま流しちゃいます。タオルの上に流して、そして、先ほどと同じようにこれを外して回して外すのね。かなりジャリジャリっていう音がするんだよね。同じように、このリングもね、クリーナーで、掃除してやる、落とさないように、こういうふうにしといてと。そしてね、あれどこ行った、あった、オイルを先ほど抜いたんですけども、しばらくね、こういうふうにして、オイルを、抜いておきます。こんな感じでね。あ、はい、安キロです。だいぶね、オイルもきれいに抜けたんで、抜けたと思う。250。シリコンオイル250でいいと思うんだよね。これを入れてみたいと思います。よし。入れて、2、3回ね、ゆっくり空気を抜きます。もうね、最初の頃と比べるとそんなには空気もね、
入ってこないと思うんだよね。もう馴染んでるからね。もう一回こいつを入れてと。で、またこいつを動かして、あー、結構なオイルが、空気が今出てきたぞ。なんじゃこいつは。なんか嫌な感じがする。これでね、まあしばらく置いておきます。それで、後でまたキャップして、閉めてみたいと思います。まあ空気がね、きれいになるまで、どのくらいだろう。10分くらい待てばいいのかな。人、まあ、レースなんかで使う人はね、神経質な人はこの状態で1日置くのよね。まあ、そこまでしなくてもいいかなっていう感じはするんですけども、もっと、簡単に早くできないかっていう人はね、タミヤの、もので、こういったものを、真空状態に、してくれる、ものがあるんですよ。あれを使うと、早いんですけども、ただなんかな、やっぱり一応一旦あるみたいですよ。早く空気が抜けるということでね。この状態で、まあ、10分ぐらい待ってから、組んでみたいと思います。はい、安弘です。あれからね、10分ぐらい経ちましたんで、ちょっとオイルを見てみたいと思います。うん、そうだね、オイル、空気は抜けていると思います。でそれではちょっとね入れてみたいと思いますが、このゴムをね、入れるときにねバシッて入れるんじゃなくてね、こうちょん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 とね叩きながら入れていくね。そしてこいつを入れていく。あ、ちょっと待てよ、これは後でいいかな。失敗した。あ、失敗したかもしれない。最初にこれ入れといた方が良かったんだな、リンゴはな。そしてこれを締めていくんだけど、失敗した。これ最初に入れていけばよかった。いいね。
入れて戻ってこないですよね。完璧です。入れてからオイル入れた方が良かったかなって後から思ったね。どんなもんいいかな。まあ人によっちゃね、綿棒でするって言うんだ。何も綿棒でなくてもね、こうチュン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 とね、チュン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 とねしてやる。そしてこいつをつけて、こいつをつけてと。入ってるな。なかなかね、右と左を、完全に同じにするっていうのは難しいんですけど、押して、ダンパーを押してね、こうビヤーッと戻ってくるっていうんだったら、まあ、問題ですけど、まあ、これくらいの戻りの量ならね、問題ないです。理想的なのは、このダンパーね、入れて戻ってこない、これが一番理想なんですけども、なかなかねこの状態に、引きダンパーや、まあこの辺りは。まあ部品の交換とかをするとねだいぶ違うんだろうけど、まあこれくらいなら、この状態で、大丈夫だと思います。そして、これをまた戻して、これを戻して、はい、またこう動かした感じね、スプリングとオイルとのこの相関的な動きをねチェックして、やっぱり違うな動きがな、この辺りは、ああそうか、この辺りはパーツの交換が必要かもしれません。こっちとこっちで違うな。
なんかね、そうだな、この動きは、中のプラスチックのパーツとか、そういったのが悪いのかもな。そんな感じがするな。うん。そうね。よいしょ。はい、いかがでしたかね。まあ、自分でやってみたんですけども、多分ね、このダンパーの中に入っている、樹脂パーツとか、そういったものが劣化している可能性があります。まあ、そうなんですよね。うん、なんで劣化するのって、こうやって動かしてるじゃない。あと、中の、その、ゴムやら、プラスチックやら入ってるじゃないですか。それがね、使っていくうちにどん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 劣化していくんですよ。だから定期的にメンテナンスしてやるといいよね。どのくらいの頻度でメンテナンスするのって、まあレースする人ならもうレース終わった後にメンテナンスするのがまあ当たり前になってますけど、まあ通常のまあ楽しんでいる人ならば月に1回ぐらいのメンテナンス、まあ3ヶ月に1回ぐらいに、パーツを交換してやるとかいうんだったらいいと思います、僕の場合はどうなんだろうね。3ヶ月に1回ぐらいでいいのかな。そんな感じでね、まあ、部品を変えてやれば、良くなると思いますね。なんかね、こう触った時に空気が入ってるかなみたいな感じが、こっちは入ってないよね。押して戻して空気が入ってないんだ。こっちは押して戻して空気が入ってるのかなみたいな感じでね、多分どっかのパーツが悪いんでしょう。そんな感じです。はい、安いです。それではね、ちょっと今ダンパーを組み直してみましたんで、試しに走らせてみたいと思います。はい、安いです。それではちょっとやってみたいと思います。まずは定常運転回、問題ないですね。逆回りきます。次は八の字いきます。次はブレーキングドリフト。はい、安弘です。どうだったですかね。まあ後ろのダンパーだけちょっと、作り直してみたんですけど、まあ前回と比べると私が操縦した感じでは、改善したかなと、右と左ね、まあ、若干ね回り具合が
違うんですけども、まあそこは良しとして、片目半分つぶって良しとして、まあ部品とか交換すれば、改善すると思うんですけど、まあ今回はまあこれでいいとします。どうでしょうか、ダンパーオイルの、メンテナンスだけでね、走りがこんなに変わってくるよということが、分かったかと思います。それでは今回はこれで終了します。安弘でした。さようなら。